相模女子大学学芸学部生活デザイン学科で建築デザインやデザイン思考の領域を研究しております桑原と申します。本日は生活デザイン学科について説明をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんは生活デザイン学科と聞いてどのようなイメージを持つでしょうか。簡単に言ってしまえばですね、当科ではデザイナーになりたい人が学んでいます。デザイナーと言われると皆さんはどんなイメージを持つでしょうか。特別なセンスを持った人しかなれないよとか、選ばれた才能を持ってないとダメだよとか、まあ就職先だって狭きもんだろう、そんなふうに親御さんに反対されていたりとか、あなた自身も不安を抱いていないでしょうか。実はそれは全くの誤解だと私たちは考えています。1年次で使う教科書の一つにこのような本があります。デザイナーの水野学さん曰くですが、センスの良さとはミステリアスなものでもないし、特別な人だけに備わった才能でもありません。方法を知ってやるべきことをやり、必要な時間をかければ誰にでも手に入るものです。つまりセンスは鍛えるものなんです。才能は知識を得れ、そうすれば学びによって伸ばすことができます。では就職先はどうでしょうか。その問いに答える前に少し考えてみてください。デザインってそもそも何でしょう。この本ではこのように書いてありました。与えられた条件下で完成形を提示すること。まずはお菓子のパッケージがどのようにデザインされていくか、その時系列を想像してみましょう。とあるお菓子が開発されました。衛生管理とかデリバリーの問題からお菓子を包むものが必要になります。そして最後にその購買層に訴求するためにパッケージデザインが必要になる。おそらく皆さんの中ではデザイナーというのはこの最後の段階に登場する人だと考えていないでしょうか。デザイナーはパッケージの色合いや形を考える人。現代のものづくりはもっと複雑です。例えば購買層自体が多様化しています。健康志向がある方、そういったターゲットに対してどのようなお菓子が必要なのか、きっとそういう方はパッケージ自体がゴミを出さないものであるべきだとか、あるいはその食材ですね、食材がどこでどのように生産されているのか、そういったことまで気にするようになっていることでしょう。つまりデザインの領域、デザイナーが関わる領域というのはものづくりの上流から下流まで全てに関わる人にということになってきています。デザインとは色や形を整理して体裁を整えること、このように誤解をされてきたと思います。もちろんこうしたものづくりに関わる最後の仕上げ、表に現れる部分を整えること、これはデザイン活動の重要な一面ですが、ほんの一面にしか過ぎません。例えばですね、電動ドリルが売れている、女性にも買ってもらえるようにピンクカラーを追加しよう、そういうふうに思考していくのではなくて、もっとこの電動ドリルが売れていることを根源に立ち返るわけです。人はドリルが欲しくてドリルを買うのではなく、穴を必要としている。そのようにデザインとはそもそもなんでっていうのを5回以上繰り返しながら課題の根源に立ち返って、新しい解決方法を示すことになってきています。つまり条件そのものから完成形を整え直すこと、そういうふうにデザインの世界は変わってきています。ここにこういった例題を用意しましたが、この〇〇に入るところの文字を考えてみてください。身の回りのどんなものでもいいと思うんですが、単語を入れてみる。例えば時計をデザインしてください。これは多分かなりしっくり聞こえる話だと思います。このようにですね、歯車をしっかり時計が動くように組み合わせること、あるいは駅のホームで遠くからちゃんと視認されやすい携帯を導き出すこととか、これはもちろんデザインの領域です。でもこれはどうでしょうか。〇〇の部分に税金という言葉を入れてみました。正しい表現に聞こえるでしょうか。最近ふるさと納税という言葉をよく目にします。ふるさと納税というものは都市部に集まりがちな税金を地域社会へと分配する仕組みです。こうした税金の徴収方法自体もですね、ある意味デザインだということができると思います。目に見えない仕組みを生み出すこと、それも新しいデザインの領域だと考えています。そのように考えていくと、デザインとは企てることだと考えています。
そう考えていきますと、デザインの対象物ですね、先ほどの〇〇の部分に当てはまることは無限にあります。つまりデザイナーという枠組み自体が広がっている、こうしたデザインの手法や思考回路はあらゆる領域で活用することができます。こうした概念をですね、最近ではデザイン思考と呼ぶようになりました。デザイナーの目、デザイナーの手、頭を使って課題解決に取り組む思考法です。こうした思考法の重要性は広く認知されてきています。つまり就職先とかそういった将来の活躍の場というのはこれからも広がっていると思います。では TOCAの特色を説明していきたいと思います。TOCAの特色としては4領域8分野があります。建築、プロダクト、ファッション、ビジュアルといった4領域、それが2つずつ細分されて8分野が構成されています。では専門分野の学びについて説明したいと思います。今回は建築分野の事例を持ってきました。この課題は3年次の秋学期の課題です。商店街沿いの集合住宅を提案してくださいといった課題になります。このような模型表現であったりとか、このようなコンセプトシートですねの仕上げ方、あるいは図面表現といったことまでが技能的にできるようになっています。つまり製図の基本的な技能、あるいは模型の作り方、CG の作り方といった基礎的な表現方法を学び、最後はそれを新しい建築を提案する力まで導いていくことをしています。これは建築の分野に限らずですね、全ての4領域においてこのような過程を踏んでいます。このようにですね、私たちは基礎教育の重要性を考えています。例えば子どもたちが小さい時ですね、文字を書くための練習として文筆というものがあります。これはまだ文字という概念を知らない子どもたちが、まずはまっすぐ線を書いたり丸い線を書いたり、思い通りに鉛筆を動かせることが第一歩となっていることです。思い通りに鉛筆を動かせるようになると文字が書けるようになりますし、文章が書けるようになります。文章が書けるようになると思考力が上がります。そして最後には表現の幅が広がります。このように基礎技能から徐々にステップアップしていくような形をとって、各分野の学びを深めていきたいと言っていただきたいと考えています。建築に置き換えれば図面が書けるようになる。そうすると先行事例ですね、建築の過去の事例から図面を見て考察することができるようになる。そして新しい建築像を描けるようになる。描いたものを今度は他者に伝わるように適切に表現することができるようになります。こうした専門分野の特色と、もう一つは私たちはですね、この領域を横断することを推奨しています。4領域8分野あるわけなんですが、その各分野を隔てる壁はありません。自由に横断していただいて、あなたならではのデザイン領域を作っていただきたいと思っています。では横断分野の学びについてです。産学連携、これは企業から依頼を受けデザインをするといった試みです。企業の困りごと、あるいは生産方法、そういったものを学んだ後に実際に何かものを提案するものです。これは波段ボールを生産しているメーカーから依頼を受けたものです。波段ボールを使って紙を傷つけず保管、持ち運ぶことができるケースを開発しました。あるいは特性ですね、一方向には強くて片方向にはくるっと丸められるとか、ストライプの模様みたいなものを利用したものです。ギフトボックスや何かを包み込むようなエンベロップを開発したものです。これは地方創生地域活性化の試みになります。岩手県の岩泉町に行きまして、現在の林業が抱えている課題をまずは学びます。そしてその課題を解決していくためには、もう少しこの地産の樹木が広く使われるようになることが重要かなと考えまして、学生がこれを製品化したものです。地産の広葉樹の豊かな木目を生かしたような時計、あるいはその地域で有名な八杯樹のレシピを載せたまな板といったものを開発しています。これは繊維工場とかレコード工場から出る廃材を雑貨にアップサイクルするといったものをやっています。こうしたものをですね、東京インターナショナルギフトショーとかに持っていって、いろんな方に見ていただくといったようなこともやっています。あるいはこれは相模原市にある車椅子のバスケットボールチームなんですけれども、こうした地域に根ざしたスポーツチームを支援するといったようなこともやっています。
またこれは少し変わっている視点になりますが、地元のですね防災協会あるいは消防局から防火着をいかにこうまた新しいファッションアイテムとして変えられるか、でそれは別にファッションとして使うわけではなくて、よりその防火に対する意識を高めたり、あるいは実際に消火活動とかですねする方にとって安全性を確保していくとか、そういったものを開発したものになったりしています。またこれは少しまた視点が変わりますが、デザイン研修といったものも各年行っていまして、日本の中だけに閉じこもることなく国際的な文化を知ろうといったことをやっています。でこういうふうに分野を横断することを推奨しているわけですが、これは時々こういった質問を受けます。そうしてしまうと一つの専門分野を極めにくいのではということです。それに対して私たちはこんなふうに考えています。これは手塚治虫さんが赤塚不二夫に送ったアドバイスです。漫画家になりたいなら音楽を聴きなさい、映画を見なさい、芝居を見なさい、本を読みなさい。漫画家になるために漫画からすべてを学ぼうとすれば必ず行き詰まってしまうよと、多視点の学びは必ず役に立つ、そういった意味合いが含まれているアドバイスだと思います。皆さんがアウトプットの質を高めたいとそういうふうに望むのであれば、むしろインプットの量を増やすしか方法はありません。これが推奨している理由の一つです。もう一つの理由としては、現代は VUCA の時代であると言われているからです。ブーカとはこういった概念を訳したものになりますが、簡単に言ってしまえば今世界は予測不能だということです。でこの予測不能加減はどんどん加速しています。世界初のウェブサイトは1991年に登場したと言われています。つまり1990年の時点ではウェブデザイナーという職業は存在してなかったことになります。2050年の社会を見据えると7割以上の仕事はまだ存在すらしていないと言われています。このように予測不能な社会では、様々な経験や知識や技能の組み合わせが生きてくる、そんなふうに考えています。最後になりますが、どんな学生なら私たちの生活デザイン学校を楽しめるのか。多分十分条件としてはですね、普段から何か妄想癖があって、なんかこう自分の中でいろんな妄想が広がっていて、でしかもなんかいつも何かを書いていたり作っていたり、でそういうことをしているとあっという間に時間が過ぎている、そんな方は私たちの学科を楽しめると思います。ただこれだけではまだまだ楽しめなくて、もう一つ必要な条件があると思っています。もっと面白いこと、ワクワクすることを見つけたい、自分の殻をですね破って世界の広さを知りたい、そんな覚悟を持っている、この2つの条件があれば生活デザイン学校を存分に楽しめると思います。手塚治虫さんに習うならばですが、デザイナーになりたいなら音楽を聴きましょう、映画を見ましょう、芝居を見ましょう、本を読みましょう、つまりキャンパスライフ全般が必要だということです。キャンパスライフをエンジョイすることが必要なんだと思います。そしてあなたのキャンパスライフはセンスを知識から鍛える、そういったことから始まると思います。そのように思う方はどうぞお越しください。お待ちしております。